あともっと面白いのが、ついさっきメール来たんだけど、今度僕の本、インテリ悪口本、韓国語版出るらしいんですよ。<laughs> え、そんなことあんの <laughs> 韓国語翻訳していいっすかみたいな、編集者からメール来て。いや、いいっすけど、<laughs> 韓国え、韓国で売れんのあれ。あんなハイコンテキストな本、韓国語になんの こ,こ,こういう条件で一番なんか韓国の出版系の4つぐらいのエージェントから連絡来たんですけど一番条件良かったのはここなんでここに許可出しちゃっていいっすかっていうメール編集者から来て4つみたいな韓国の複数のエージェントから連絡来たのみたいなそんなそんなことあるちょっとあの韓国にお住まいの方とかさ韓国行く予定ある方とかぜひ本屋で僕の本発見して写真撮ってきてほしいですねもし韓国 行くくく機会ある方いいいららっっっしししゃったら是非写真撮ててきてくださいよろしくお願いしますもうほんとね嬉しいよね韓国で僕の本並ぶって爆笑だもんねよしじゃあ行きましょう反応しない練習なんかさこれあれなんだよねやばそうな予感がするんだよね帯から反応しない練習あらゆる悩みが消えていくブッダの超合理的な考え方で帯にブッダは実は実超クール大丈夫かな大丈夫かなてかさ仏教とかってさ結構 結構その難解だと思うんで素人があんまり偉そうなこと言っちゃいけない領域だと思うんですけどねブッダの話堂々と書いちゃって大丈夫かっていうこの人は何者なんだっていう不安がありますよねああ文句なかったわえっ、ー、と著者落歴草薙隆春さん僧侶読めない行動の里代表って読むのかな行動の里代表1 9 6 9年奈良県生まれ中学中退後すごいなちゅ 中学中退。すごい経歴だな。中学中退後、16歳で家で状況。ちょっと気になりますけどね。中学中退後、16歳で家で。そのリードタイム何してたんやっていう感じしますけどね。<laughs> 中学中退したならさ、家ですんの14歳か15歳じゃないのっていう。16歳で家でするまで何してたのっていう。放浪の後、大研を経て、東大法学部卒業。えら。え <laughs> ら。中学中退した後、東大法学部出たんですね。 で政策シンクタンクなどで働きながら生き方を探求し続け、インド仏教指導僧ササイ笹井秀峰氏の下で出家、ミャンマー国立仏教大学、タイの僧院に留学、現在インドで仏教徒とともに社会改善 NGO と幼稚園を運営するほか、日本では宗派に属さず、実用的な仏教の本質を仕事や人間関係、生き方全般にわたって伝える活動をしている。なんか、まともそう、なんだ なんだ、表紙の不安さに比べて、めっちゃまともそうじゃないですか。すっげえまともな雰囲気ありますね。中学中退した後に <laughs>、ちゃんと大研を取って、東大法学部を出て、その後は仏教の修行をちゃんとしたってことですね。日本、あな,なんだ、なんか、これもあれでよかったかも。3分間クッキング方式でいいやつだったかも。なんかまともそう。いや、よかったね。てっきりさ、なんかあの、今までのパターン、神社の人とかさ、神メンタルの人とかさ、 脳科学や心理学などを総合的に学んだ私が神メンタルを身につける方法を開発しました。たそれを皆さんにお伝えします。K のやつだと思ったのよ、僕これ。仏教をマスターして独学でマスターした私が反応しない方法を編み出しました。それを皆さんにお伝えしますみたいなやつだと思ったんだけど、違うっぽいわ。じゃあ行きましょうか、中身。どんな悩みも解決できるシンプルな考え方がある。心はいつも反応していますと。と無駄な反応をしない。 そうななれば人生は楽になりますブッダの教えとはその無駄な反応を止めることで一切の悩みや苦しみを抜ける方法のことですうん僕の薄い仏教知識には今んところ合致してますねそういうことだよね多分ブッダが言ったことってそういうことですよねどうせ苦しみばっかだからみたいな一切回復だからみたいなあんま翻弄されないようにしようぜ悟ろうぜみたいなことよね多分心を無駄に反応させないつまり反ワクワク利権ですね ワクワク利権がビジネス書の中では支配的だけどこの本は反ワクワク反ワクチンみたいだな <laughs> 反ワクワクってすごい反ワクチン感があるよね反ワクまでいる時、まあ、めっちゃ反ワクチンで出てきたもんね予想変換予測で仏教というのは実用的で合理的な現代にも使える考え方が溢れています原始仏教ってそういうもんだよ宗教っぽくないよだから皆さんもいたずらに反応しないそういう人生を目指しましょうみたいな前書きですね これちゃんとししてててるるわあの。何がちちゃゃんんんととってあれなんですよ。ちゃんとその聖典からのの引用の嵐なんですよ。ちゃんとさこうブッダ最初の説法マハーバッカ引用の書式があってそこにちゃんと1とか2とかナンバー振ってあってちゃんと引用してますね原点をちゃんと引用してでここで言うこれはこういう意味を指していますとかあのちゃんとした解説本の書式にのっとってますこれあれだわ。 まともな内容ばっかり書いてあるわ。ちゃんとこう、勝手な判断しないでね、みたいな。心をあちこち揺らさないで、物事をあるがままに見ましょう、みたいな。それはそうっていう話が延々書いてあるだけだわ、この本。多分あ、有名なエピソードだ、これ群毛像は。群毛像を表すってやつだ。目の見えない盲人たちが像の別々の部位を触って、これは違うものだって言い合ったやつだ。なんかこれあれだね。お坊さんが。 法事とかで喋るやつだよねお坊さんがしゃべるありがたい話が書いてあるね、ここに。えー、バーニーズさんもスパチャありがとうございます。またくれたんだ、ありがとうございます。ところで、徳馬書店から出版予定の本はタイトル決まってるんですかビジ,スビジネス書100冊読んでみたみたいなタイトルではないですよね。たとえタイトルが微妙でもビジネス書孤独によりどんなビジネス書キメラが誕生するのか楽しみなので買います。ってこと、ありがとうございます。タイトルはね、 最初はめちゃめちゃあの真逆方向で行こうと思ってたんですけどビジネス書を100冊読んで分かった成功の黄金率みたいな <laughs> みたいなめっちゃ煽ったタイトルにして <laughs> 中身がうーんなんかメモ取れって言ってんなみたいなメモ取った方がいいらしいっすよ皆さんあでもねこの本とこの本とこの本ではメモ取んなって言ってましたメモ取んない方がいいらしいっす皆さん <laughs> <laughs> とか、え、これ、でもなんか、怒れって書いてある。怒った方がいいらしいっすよ、皆さん。あ、でもなんか、こっちの方には怒っちゃいけないって書いてありました。怒っちゃダメならしいっす、皆さん。って、全部、あの、打ち消していって、最終的に、自分の頭で考えようっていう <laughs>、っていうのをオチに持ってきて、それでそのタイトルにしようかなと。ビジネス詞白札読んで分かった成功の黄金率にしようかなと思ってたんですけど、ちょっとやっぱ書いてるうちにね、もっといろいろ仕掛けを弄したくなったんで、変えるかもしれません。 まあ,あ,のあらかた書き終わったところでまた編集者と話して決めます、それは。そんなものはないエンドだっていうコメント来てますね。確かに。あれじゃん。ヒロノブさんの本と一緒じゃん。あー、すごい。なんかね、仏教っぽいエピソード書いてあるわ。誹謗中傷をバラモン、あるバラモン、司祭ですね。司祭階級。あるバラモンがブッダに誹謗中傷を浴びせたとその時にブッダは静かにこう返した。バラモンよ。 あなたが自宅で振る舞ったごちそうを客人が食べなかったら、それは誰のものになるかバラモンは私のものになる、と答えました。あなたはその食事をどうなさるかそれは自分で食べるだろう、とバラモンは答えました。するとブッダはこう言ったのです。もし、罵る者にのりを、怒る者に怒りを、言い争う者に言い争いを返したならば、その人は相手からの食事を受け取り、同じものを食べたことになる。私はあなたが差し出すものを受け取らない。 あなたの言葉はあなただけのものになるそのまま持って帰るが良い <laughs> えっとえっと話をまとめると飯を客に出して、えー、客が食わずに帰ったらそれって自分で食うことになるよねと。 同じ理論で罵声を浴びせてそれを相手が反応しないでそのまま帰っていったらその放った罵声は自分のもとに帰ってきますよっていうことが言いたいエピソードですよね多分ねただなんかこの持って回った例え話というかなんか難しいっていうえっ何どういうこと <laughs> そのエピソードどういうことってなるのこれあれいいですよね仏教とか なんか聖書とかで色々読んでると出てくるやつねえな。何その何？そのエピソードつまりどういうことっていう？これ？いいっすね。なんか仏教の聖典ある？あるっていう感じがしてすごくいいですね。 例え話使ったせいでめっちゃ分かりにくくなっちゃったよっていう時ありますよね。これギリシャのさ古代ギリシャ哲学の本読んでてもめっちゃあるよね。プラトンとかアリストテレス読んでるとめっちゃこういうの出てくるんだよね。なんか長い長い例え話して「ああお前が言いたかったのそれかい」って最初からそう言ってくれよっていう時あります、ね、ずっとお坊さんのありがたい話だ。それはいいんだけどさ。 お坊さんのありがたい話はまあいいんですけど、テラとか行った時に、不可避で聞かされるからまあ聞いて、ああいい話だなーって思うやつだよね。自分のこの人生を削って本読んで、好んで読みたい話ではないよね <laughs>。ちょっと怒られそうだそういうこと言うと。すみません、あの、なんらお坊さんを誹謗中傷する意図はありません。すみません。怒りはやめろって書いてあるわ。怒りは人生をダメにする、みたいなこと書いてある。アンガーマネジメントですね、つまり。おっ。 これいいよ。却下証拠。自分の足元だけを照らす。外の世界を見ないで、他人に振り回されず、ただ自分のやれることを積み重ねていく。却下証拠。いいですね。ぶち抜くんだみたいな。10億円稼がないとダメだみたいな。秒速で1億円稼ぐみたいな目標を立てるなと。ただ足元を照らしてやれることをコツコツやりなさい。却下証拠。これいいですね。いいフレーズだな。初めて聞いた。却下証拠。 仏教用語らしいです納得することが最高の人生って書いてあるわすごい目指すゴールは最高の納得スティール・ボール・ランじゃん納得は全てに優先するじゃん すげえ、また出てきた、ジョージョー。納得はすべてに優先するってやつですよね。あの、少年の首跳ねろって言われた時にどうしてもできないっつって。レースで恩社を勝ち取るって言ってね。レースに出ますからね、ジャイロ・ゼペリ。そこから物語が始まりますから。納得はすべてに優先するですよね。完全にジャイロ・ゼペリだ。はい。えー、そんなような、えー、ありがたい話でした。最後が、人の心は外の現実に支配されない幸せの聖域です。 あとは、その心にどんな思いを置くかだけ、ここから育てていきましょう。最高の納得にたどり着くために。生きてまいりましょう。え、最後の一文すごくないこの生きてまいりましょう。余韻がすごいね。あれにそっくり、借金玉さんっていうね、あのウェブライター出身の作家さんがいらっしゃいますけど、僕の大好きな。借金玉さんはね、全部の記事の終わり、本の終わりをやっていくしかありません。 やっていきましょうっていう、やっていきましょうっていうフレーズで締めくくってますけど、そっくりだね。生きてまいりましょう。最高の納得にたどり着くために、生きてまいりましょう。って言って終わるしかないですね。なんか、思ったより全然まともだったな。元気なくなっちゃった。最高の納得から程遠い本でしたよ。僕はもうこの、 帯と装丁を見た段階で、ああ、これあれだ。なんかスピリチュアルなやつが、なんか知ったかぶって適当になんか仏教の入門書みたいなやつを一冊読んで、その上積みだけをパッてすぐってきて、それで仏だってこんなこと言ってるんですよ。だから皆さんもこうしましょう。私だってこんなことができてこんな風に成功しましたみたいな、わけわからん魔翻訳をしている本だと思ったら、全然まともな僧侶がまともに仏教の話してる本だった。最高の納得からほど遠いわ。がっかりしました。まともでした。 まあそれでも最高の納得に向けて生きていくしかありません皆さん生きてまいりましょうはいそういう感じです終わりです